団長さん、以前のチョコのお返しです。受け取ってください。実は団長さんの好きなものをお菓子にデコレーションしようと頑張っていたんですが、さすがに気空艇の形のお菓子を作るのは難しかったので、外箱を船っぽく飾り付けてみました。喜んでいただけましたか？でしたら光栄です。ああ、一つ大事なことを言い忘れていました。今年のお菓子も手作りです。形は不格好ですが、味には自信があります。じっくり味わってくださいね。団長、今は少しいいか？この前はチョコレートをどうもありがとう。おかげですっかり元気になったぞ。心配かけて悪かったな。あの時は見舞いに来てくれて本当に嬉しかった。今日はそんな団長の優しさに応えられたなって思ったんだ。だから、お礼のお菓子だ。受け取ってくれ。団長、顔が赤いぞ。もしかして俺の風邪が移ったとか？違うって？そうか、風邪じゃないならいいんだが。もし団長が体調を崩した時はすぐに俺が見舞いに行くよ。氷枕を取り替えるくらいはできると思うからさ。俺の他に世界を滅ぼせる音など。団長、ぜひ君の意見を聞かせてもらいたい。不可解なことだが、最近この船のあちこちで昼夜を問わず俺の絶叫を聞いたという噂があるんだ。だが俺のボイスは唯一無二。その俺に心当たりなどかい？何か思い当たることはないか？前に送った青色鈴が行方不明、乱気流の際に転がっていったのかも。なるほど、比類なき俺に比類するのは俺自身か。だが待て、噂の証言者は10人以上いるんだ。そんなに何度も装置が動いたのか？材質的に故障はありえないはずだが。アオイドスが夜8時をお知らせします。アオイドスぞ、吹き込んでいないはずの言葉まで。分かったぞ、つまりアオイドス像には魂が宿り、自力で動き叫んでいる状態なんだ。このままだと団員が危険に。何？意味がわからないだと？そんなことより、急いで奴を捕まえるぞ。疲れたりしてないか？今日は忙しかったろ。我らが団長は大人気だからな。ありがとな、今日みたいな日の夜を俺にくれてさ。その分期待はしてくれていいぜ。この日のための店を選ぶのに随分時間をかけたからな。もちろん料理もうまいんだけど、何より雰囲気がいい感じでさ。団長と特別な時間を過ごすならここしかないって思ったんだ。今夜は最高の時間にするからさ、俺からのホワイトデーのプレゼント楽しんでくれよな。今日はホワイトデーだ。
バレンタインのチョコに対して例の品を送り感謝を伝える日。何度見ても共同体としての信頼を深める行為として面白みのあるイベントだ。俺もなんだかんだで飛空団という共同体の一部になっているし、この機に礼を言わせてもらうぞ。いつもありがとう、団長。あまり芸はないが、今年も菓子とコーヒーを用意させてもらった。このコーヒーは君好みに焙煎の度合いや蒸らし時間を調整したものだ。菓子の風味ともきっと合う。